ハグメタの剣と、ハグメタの杖が、錬金装備追加になりました。来たね、ついに来ちゃったね、ハグメタ装備。いやー、この剣がね、剣がこのハグメタの剣になることをどれだけ待ちわびたか。本当にどんどんこのメタスラ系武器がね、錬金が追加されていくにつれてね、だって一番最初に出たそのメタスラシリーズの武器で言ったら一番最初に出たのが剣だよね、確か。来たね。まあ、杖もね、うん、杖も錬金今回来ました。まやっちゃおうか。でね、あー、ちょっとしまった、キッチンでハムめっちゃ作ってんとこバレちゃって、熱い。ちなみに今ね、ちょっとハグメタ錬金のこのコナー、ハグメタ錬金のコナーが1個しかなくて、とりあえずどっちかしか錬金できないというね、状況でございます。まあ剣の方かな。うん、まあ両方ね、剣も杖も一凸してて、まあ両方使うんだけど、まあメタスラの杖、これハグメタの杖はね、錬金すると全体回復追加されて結構使えるんだけど、うーん、まあこの杖自体はそんなに火力は出ないから、結局ルビスの杖使うだろうし、まだとりあえずいいかな。だったら高火力な攻撃が出せる、この中水星斬りね、中水星斬り、こっち使いたいしね、メインで。これをハグメタの剣をね、今回錬金します。ちょっとロック解除してね。まあ今ちなみにその剣に関してはギガストラッシュの大の剣が出てから、まあ、あんまりこっちのメタスラの剣はね、使ってなかったんですが、今回これ来たからね、また使っていくよ。錬金します。はい、はー、いや、なかなかかっこいいよね、なんかシンプルさ、なんていうの、その一個のその物質からできてますっていう感じ。わかる？その継ぎはぎとかじゃなくて、この一個そのもの。やっぱね、全体攻撃のね、攻撃特技、やっぱいいよね、これは。うん。だから大の剣はメインで使ってて、で、ルビスの杖は賢者に持たしてて、で、あと一個は、まあ、ハグメタの弓で、出てるんだけど、ハグメタの弓を変えて、ハグメタの剣にする感じになるかな、今後は。とりあえずね。補助特技 A が詰めるんだよね。補助特技 A だったら、まあ、エテが持ってる特技の中だったら、エテが持ってる補助特技 A は、戦いの歌ぐらいしかないか。まあ、光の一線、まあ、壊してってのもありかもしれない。それこそね、のどんどんね、壊せたらね、壊していったら、つける幅も広がるんだけど、やっぱりね、エテは前も言った通り、その武器そのものの、その、何？武器のその素材、個の素材を生かしてやりたいから、あんま壊したくないんだよね、正直。まあまあ、そのスタイルはね、変えずに、やっていこうと思います。うん、やっぱ壊せないわ。
見た目とかも結構好きだもん、こういうの。ここからが本題。そのハグメタ錬金来ました、福引きネタスラセレクションがね来ているんです。さらに、なんと今回武器だけじゃなくて、なんと盾、兜、鎧、下、上もね、もちろん。あれ充電、なんでもうずっと言ってるけど、盾が欲しいんだ、盾が。これ両方入ってんね。うん、その出るね、その武器がちょっと違うだけで両方入ってるけど、得手的には、剣、せっかくだし剣狙っていきたいから、上のメタスラセレクションをやろうか。うん、もうこれを待ってたよ、得手は。もうジェム見ていただければね、わかると思いますが、今28,750。そのストーリーとかもね、進めながらずっとその大のコラボ系はほぼっていうか、もう回さずにこの貯めた28,750ジェムを、もうここしかないでしょ、ここでしょ。まあとりあえずね、1回無料福引き一発ずつ引かせていただきましょう。これで出たとしても得手はね、引くよ。盾が出るまでね、引くから。盾が出るのが先か、ジェムがなくなるのが先か、要はそういう話だ。簡単なことだ。マジでよーっいや、嬉しい。普通に嬉しい、これだって。鎧、これで、何凸になる ?3 凸目かな ?3 凸?2凸目だ。全然嬉しい。来てるね、今流れ来てるね。行こう、どんどん行こう。こっちも無料福引き。いや、2回引けるっていいね。一気に2個来るパターンなんかあるんだね、無料福引きが。はい。まあ、いいでしょう。うん、いいでしょう。月光の弓、いいでしょう。上の、こっちね。こっちのメタスラセレクション、盾が出るまで、回していこうと思います。お願いします。マジでもう、ほんと我慢したからねって、大のさ、コラボの、なんだっけ、タイガーフェニックスだったっけ、タイガーフェニックスみたいな技のやつ欲しかったけど、我慢したし。今回もうスキップでね、スキップしていきます。行くぜ!うわ、やったー!ありがてー!キンキンに冷えてやがる。ああ、ちょっと待って、ヤシャノコンじゃん。違うじゃん、何これ。あ、何これ、初めて。キンキンに冷え、何これ、マジで初めて見るんだけど。アークアンドだって、えらい攻撃的な杖だね。 A 呪文と C 呪文2つ。多分これ最大凸で4凸したら、貫凸したら AAA とかになるんじゃない？ A3つ詰めるよみたいな攻撃呪文ね。これちょっと壊せんな。いや、とりあえずこれでメタルの鎧が2凸3凸あと1個で貫凸鎧。やばくないかこれ、どうしよう。もったいないかな。なんかこうなるとさ、その防具強化弾まで強化した方がいいんじゃないかとかいうさ、考えがファッと出てきちゃうよね。まあ関係ねえ、えとは盾が出るまでやるから、行くぜ。ちょっといいね、いい流れ来てるね。はい、今20連でしょ。
ちょっと待って、計算できない。3000で1回、3回で9000で、6回で1。いきます。いや、さすがに出るっしょ、こんだけ回したら。もうこれ出なかったらもう盾諦めるわ、もうこれで出なかったら。この今回のこのガチャで。もう本当にイベント系のなんか素晴らしいガード盾が出るまで我慢するわ。あ、ちょっと待って、スキップ押せてなかった。スキップ、槍か。メタスラ槍は持ってない。うん、初めて手に入れました。まあいいよね。うん、全然悪くない。で、闇の衣の上、できれば下が欲しかった。下持ってないから。で、聖騎士、聖騎士の大盾。まあ呪文耐性上げる系盾。いやー、これはちょっと、これはちょっと微妙いな、この盾は。うん、微妙い。ありがとう。さ、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ1万9000ある。 4回目、40連目。頼むわ、マジで。ここちょっと待って、ほんと出ないんじゃないかこれ。出ないんじゃない。さ、剣でもいいよ、最悪。あの、剣でもいい。いやいや、きついきつい、これはきつい。ちょ、これきついって。刃の鉢がね、短期はきつい。それはきつい。ゴミをね、売却してきました。もうちょっと何回目かわかんなくなったけど、ジェムがなくなるまで、いきます。よし。立てこい、立てこい。立てこい。うわっ、はずれー。あー、もう、はずれ中のはずれ、これは。もうこの、何、浸透滅却っていうね、もう謎の特技。なんか、息をさ、なんか、60% 上げるっていう、もう、フバーハでいいしっていうやつ。フバーハでいいしっていうやつがメインスキルになってる、このコブドウの爪。大外れ、これは。お願いします。お願いします。てい！ダガーか。まあまあ一突できるからいいかな。うん、一突できるか。もう何ここペア揃ってんだ、このプラチナヘルム。これ何ここでペア決まっても、マジで、なん、マジで、マジか、マジか、マジか。下か、下のやつ行った方がいいんか、これ。もうちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。こっちは剣、槍、ダガー、斧で、爪もあるし、コンもある、うん、で、下はこっちは、こっちは杖と、ムチと、あー、けど弓もちょっと欲しいんだよな。いや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 、もう引けんわ。後に引けん、こっちだわ。後に引けん、こっち、こっち、この裏切らなかった、この10連絶対実らしてくれる。星ドラさんなら。最後、下のメタスラセレクション杖の方のやつやろうか。うん、そうしよう。行ってきまーす。はい、では回します。よし、気持ち入れて。ドルルッパッペンドンドドンドド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 ド
あー まあいっか、まあまあね、うんうん、杖と鞭と鎧貫突だね、これでね、鎧貫突しました。で刃鎧上ね、うん、いいでしょう。もうこんだけね、うん、10連でこんだけ出たらもうそれは大勝ちだわ。これは文句言えないし、まあそれこそね、今得てめっちゃ盾欲しいって言ってるんだけど、それこそ盾手に入れちゃったらもうさ、そこでゴールした気分になっちゃうかもしんない。そこでね、燃え尽きてしまう可能性もあるという、まあそういう意味でね、盾は今後もこう引かない方がいいのかもしれない、もしかしたら。うん、ね、そういうことだね。うん、もう今後もね、もうルビスの盾なり、ハグ、あのメタルの盾なりは、もうロト盾、天空盾は引かない方がいいんかもな。うん、まあ一定にはね、もうプリンセスシールドっていうのもあるし、プリシート、アリシート、プリシーがあるし、欲しかったな。まあまあけど結果としては、当たりかな。そんなに大外れではなかったと思います、今回は。それこそ、間違えた。それこそね、こいつが貫突するってのは相当でかい。相当でかい、これは。2、3、4、貫突、いつも相当でかいわ。このルビオロの上はその防具の強化玉使ってね、二凸までしたから、これシンプルに四凸しちゃっていいかもな、貫凸ね。うん、そうしよう。うん、それだけでもなかなか収穫のある、2万7000ジェムだったかな。うん、よし。てなわけでね、今回は錬金のね、新しい錬金剣と杖と、あとはそれに伴いね、メタスラーセレクション、福引きでした。